第2部、中央集権体制への道。天武天皇の誕生。天武天皇は皇族を中心とする政治体制を作ろうとします。皇進政治です。天武天皇は、ク者のカバネという身分制度も定めます。皇族中心の身分制度です。また、 天皇を神格化することによって人々が天皇に対して絶対的に服従するような政治体制を作ろうとしました。持統天皇。律令国家の形成。天武天皇が亡くなると天武天皇の皇后が即位します。持統天皇です。持統天皇は と天武天皇がやり残した政策を実現します天武天皇が制定した飛鳥清見原領という法令を施行しますそして飛鳥清見原領に基づいて後院連絡を作成しますさらに六九四年中国の都の制度に習って で藤原京を作ります。天皇が変わっても同じ場所で政治が行えるようにしようということで作られるのです。藤原京は持統、文武、元明と三代の天皇が都にします。文武天皇、最後は文武天皇です。文武天皇は天武天皇の孫です。 自統天皇は自分の孫である文武天皇が成人するまでの間のつなぎとして天皇になったと言われています。文武天皇は大法律令を制定します。701年です。今までは令だけだったのが今回は律も令も作るわけです。この頃、検討使も再開されます。